いつもありがとうございます。テレリー村上です。今回は田村健二著書の日本電産長森重信が社員に言い続けた仕事の勝ち方、書評レビューです。ちょっと、本のタイトルが長すぎて、もう少しね、本のタイトルいいのないのかなと思ったりもしましたけども、結構売れてる本なんですよね。長森重信さんって、ビジネスの、方は皆さんご存知かもしれませんが、あまりこう、テレビもよく出てますけども、知らない人は知らないかもしれませんね。もう70超えて、74、5ですかね、今でね。京都の生まれで、日本電産っていう、世界一のモーターメーカーの社長ですよね。もうなんか1兆円企業とかと聞いたこともありますけども、そのなんか原点というか、社員に言い続けたということで、いかにこう、心を動かす言葉で、こう、みんな鼓舞をして、こう、諦めないという社風を作っていったということが考えられますよね。だから、なんていうかな、ちょっとこう、論理的で賢い、小賢しい、賢いというか、よりも、こう、粘り強く何でもやるっていうかね、できるまでやるっていう、そういうことが大事なんですけども、なんかこう、三大精神で、ホームページにも、会社のね、あると思いますけども、情熱、熱意、執念とかね、知的ハードワーキングとか、すぐやる、必ずやる、できるまでやる。この三つですよね。これだけでもね、こう、いろんな人がこう、いろんなことに取り組むのに、大事なことだと思うんですよね。特に、情熱ですよね。熱意。執念。本当これがないと続かないと思うんですよね。情熱とか熱意。大事ですよね。エネルギーですよね。で、その経営理念なんですけども、これもね、会社としても大事な3つを挙げられてますけども、最大の社会貢献は固有の創出であるとか、世の中でなくてはならない製品を供給することとか、一番にこだわり、何事においても世界トップを目指すこと。これが3番目が一番に来てもいいと思います。ナンバーワン主義とかね。これなんかいろんな経営哲学とか、成功哲学にもあることだと思いますけども、何でもやっぱり1番ですよね。2番ではなく1番。それと社会貢献、雇用の創出。みんなが仕事ができるようにする。世の中なくてはならない製品を供給すること。これはメーカーであることですけども、メーカーでなければね、なくてはならぬもの、なんていうかな、サービスを提供することでもいいですけども、こういった経理念。で、この仕事における勝ち方っていうのは、いわゆるトップを目指すってことから、こう、できてくるんですが、こういう、なんていうか、原点の、根源のね、考え方がないと、勝ち方って出てきませんから、そこでの知的ハードワーキングで、熱意を持ってやれば、でも勝てるんですよね。で、勝っていくうちに、いろんな、こう、言葉が出てくるというか、生み出されていくと。いうことだと思いますね。その一例としては、楽を追えば楽は逃げていくとかね。苦から逃げれば苦が追いかけてくるとか、人は嫌なことを後回しにして行きたくなると。しかしそういう小さな差が後々大きな差となって現れてくるとか。困難は必ず解決策と共にやってくる。やめない、逃げない、ごまかさない。ね、こういう言葉っていうのをこう自分の日頃から思考のね、中に組み入れていくと、こう粘り強く、コツコツと、息の長いね、いろんなことを取り組める。15年ね、同じこととかね、うまくいくことを続けると、なんかもう、もっともっとね、社会も素晴らしくなりますし、もうご自身ね、あなた自身ももっともっとね、こう、スキルとかね、いろんなものは向上して、魅力的な人にもなれると思います。人間としてね、生きていく上で、生かしたい、言葉の数々に触れることのできる一冊と思います。成功者に共通しているのは目的まで決して止めないメンタルの強さ。全ては積み重ねだと思いますね。ということで今回は田村健二著書の日本電産、長森重信が社員に言い続けた仕事の勝ち方、書評レビューということでお話ししました。ありがとうございました。